生ずは中国三国時代の義の武将。上鶴の命令で皇帝相棒を殺害した。兄は聖戦がれ、義の大使どねり。相棒殺害の天末は三国史本文ではばしをはばかって公式見解のみが記され、実情は廃少子中に引く衆のみ場、関心春秋、聖史、新女などに記録されている。義では芝明が実権を握り、 その県政は、総謀をしのいでいた。影本元,元年5月6日、総謀が数百人の召使いを引き連れ、柴明田党の兵を挙げた。柴はこれを迎撃しようとしたが、総謀の左右の者に叱責されると兵が逃げ出してしまった。このため今度は、上鶴が迎撃したが、総謀は自ら剣を振るって汚染した。政政は、上鶴に事態は切迫しています。 どうすればいいでしょうかと尋ねた。神鶴は、お前たちを養っていたのは、まさに今日のためだ。今日のことは、後から問題にはしないと言った。そこで先生は自ら進み出て、相棒を刺し殺した。その歯は、相棒の背中まで貫いた。また、兄と二人で、相棒を刺したとも言われる。柴明は、相棒が、 自分のみならず、各交代号殺害をも図っていたため、殺されても当然ということにして、事態を収集しようとした。その上で5月26日、総互殺害は自分の意志ではなく、生聖の単独行動であるとして、生聖の三族皆殺しを各交代号に上奏した。また、官方新規などによれば、陳康氏は、上鶴の処刑も、柴明に進言したが、 受け入れられなかった。全責任を押し付けられる形となった。正成兄弟は重複せず、肌脱ぎになって屋根に登り、悪口増言を言い散らしたが、下から矢で射殺された。山賊も皆殺しとなった。ありがとうございます。